皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は私の減量中のですね1週間のトレーニングについてお話をしていきます。基本的にはですね、減量を始めた3月から最後の大会があった11月までずっと同じようなスケジュールでトレーニングをやってました。まあ種目はね、若干体の状態に応じて変わったりもするんですけども、まあ基本的には同じようなトレーニング、同じようなスケジュールでトレーニングをこなしてましたので、こんな感じでやってましたよっていうのを紹介させていただきます。でまずトレーニングの回数なんですけども、1週間に4回やってました。大会出てる人の中ではね、少ない方だと思います。だいたい5回とか、多い人だとね6回毎日トレーニングしてますよっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけども、私は結構少なめで4回、月火と金土で決めてました。どういう風にこの4日のトレーニングやってたかっていうと、私はですね、上半身のトレーニングの日と下半身のトレーニングの日っていう形で2分割でトレーニングをしてました。よくね YouTube とかで動画出してるね選手とか YouTuber の方とか見ると、1日1部位または2部位トレーニングしてる方が多いと思うんですね。例えばまあ月曜日に胸やって、火曜日に肩と腕やって、水曜日に足やって、木曜日に背中やってみたいな形分けてる方が多いと思うんですけども、私の場合は1回でトレーニングする部位を増やしてですね、月曜日と金曜日は上半身全部トレーニングをしてですね、火曜日と土曜日は下半身と腹筋のトレーニングという形で、結構ね大きく分けてトレーニングをしてました。なので週に2回ですね、同じ部位をトレーニングするっていうような形のスケジュールでトレーニングをやってました。じゃあどんな種目でトレーニングしたかっていうと、まず上半身の日ですね、胸のトレーニング2種目、背中のトレーニング2種目、肩のトレーニングを1種目か2種目、腕のトレーニング2種目っていう感じです。種目のね内容はその時その時で結構変わるんで、これっていうのはなかなか言えないんですけど、まあ胸のトレーニングはダンベルベンチプレスが多かったですね。と、ダンベルのインクラインプレスみたいな感じが多かったです。で背中はプル系の種目、まあ懸垂とかね、ラットプルダウンと、ローイング系の種目、シーテッドローとかベントオーバーローとか、その中からこう2種目選んでやるっていう形ですね。肩のトレーニングは、まあ、バーベルを使ったショルダープレス、ミリタリープレスが多かったですね。ダンベルを使ったリアレイズとか、まあ、マシンを使ってリアレイズで1種目か2種目で、腕は二頭筋のトレーニング、まあ、アームカール1種目、三頭筋の種目、トライセップスエクステンションかフレンチプレスかケーブルのプッシュダウンの中から1種目、二頭筋1種目、三頭筋1種目で合計2種目っていう感じでやってました。だいたいこれで元気のある時は1時間ぐらいで、減量末期になると2時間ぐらいかかってましたかね。で、金曜日の上半身のトレーニングも同じような感じでやってました。で火曜日と土曜日の下半身と腹筋のトレーニング日はですね、もうスクワットはだいたい固定で最初の種目でやってました。でスクワットをやって、ランジかスプリットスクワットかブルガリアンスクワット、その中から1種目。ランジとかブルガリアンスクワットってお尻とかハムストリングの種目としてやってる方多いと思うんですけども、私はですね大腿四頭筋前ももの種目としてやってました。これでスクワットと片足系の種目で大腿四頭筋おしまいと、次にハムストリングのトレーニングでグッドモーニングかルーマニアンデッドリフト、これで1種目で、2種目目はレッグカールかバックエクステンション、これもその時の状態に応じて決めるっていう感じですね。腹筋のトレーニングをやって、忘れちゃいけないのはカーフ、ふくらはぎのトレーニングですね、カーフレイズをやっておしまいという感じで、足のトレーニングは結構時間がかかってですね、元気がある時でも1時間半はかかってたかな。で減量末期はもう本当にね3時間ぐらいかかる時もあったぐらい、もう体力的にもしんどかったんですけども、こんな感じで1週間のトレーニングやってました。どれもですね1種目3セットです。カーフレイズだけは4セットやってましたけども、基本的には1種目3セットです。いろいろこう種目やっていく中で、じゃあ結局どんな種目がいいのって結構気になる方多いと思うんですけども、私がね自分に合ってたっていうだけの話なんで、皆さんがね同じように効果があるかどうかっていうのは分かんないんですけども、胸はですね
ダンベルのベンチプレスはかなり自分に合ってましたね。最初肩を怪我してバーベルのベンチプレスができなくなったんで、まあ仕方なくですね、痛みなくできるダンベルベンチプレスをやってたんですけども、これで結構胸の形が変わって、まあだいぶ筋肉ついたなって実感がありましたんで、なかなかベンチやってて成長しないっていう方はダンベルにガラッと変えてみてもいいんじゃないかなと思います。あとは足の種目でですね、ブルガリアンスクワット、これがですね私にはすごい合ってましたね。結構ね腰を痛めやすいっていうのと、性格的にビビりなんで、腰にね重さがズンって乗ってくるともうビビっちゃってですね、力が出せなくなるんで、スクワットとかデッドリフトとかそういうの苦手なんですけども、それに比べてねブルガリアンスクワットとかだと重量が軽くなるんで腰への負担が少なくなるんですね。なのでその分ですね、しっかり足を追い込めるっていうことで、僕ブルガリアンスクワットはねかなり重量を持てるんですよ。スクワットはだいたい140キロくらいでセット組んでるんですけども、ブルガリアンスクワットはまあ僕バーベル担いでやるんですけどね、だいたい110キロとか115キロぐらいのバーベルでセットを組めるんで、腰への負担を取り除くことでかなり高重量で四頭筋を刺激できるんで、これはですね去年の減量中やっていてかなりですね私の足を成長させてくれた種目だなと感じてます。かなりしんどいです。左足右足両方ですねやらないといけないんで、まあ3セットやるってなったら実質ね6セットやらないといけないんで、かなり体力的にもですね、まあ、心肺機能も追い込まれますししんどいんですけども、ボディービルにね出たいとかで足の筋肉つけたいと思っている方はぜひ挑戦してみてください。今回は私の減量中のトレーニングについて解説をさせていただきました。他にもですねこの部位どういうトレーニングやったらいいのとかですね、何か聞きたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。